赤腹キツネザルは、霊長目キツネザルカチャ色キツネザル属に分類される、霊長類。マダガスカル体長35から40センチメートル。お長四43から53センチメートル。体重1.6から2.4キログラム。長い体毛で密に覆われる。背面は、赤葛色。尾は黒い。オスは、胸部や腹部が赤葛色で、眼下部に体毛がなく白い皮膚が裸出する。 メスは胸部や腹部が単行色がかった白色で眼下部に白い皮膚があまり羅出しない。熱帯雨林に生息する。樹状性で主に樹幹部に生息する。10から20ヘクタールの行動圏内を1日あたり400から500メートルの距離を移動しながら生活する。この時地位の高いメスが先導すると考えられている。オスの縄張りの中に 複数のメスの縄張りが含まれることもある。2から6頭からなる、家族群を形成して生活するが、大規模な群れを形成して生活することもある。昼夜を問わずに活動する。植生は雑食で、植物の葉、花、果実、キノコ、昆虫、ターシ類などを食べる。繁殖形態は耐性。妊娠期間は123から127日。 9から10月に1回に1頭の幼獣を産む。出産直後は、メスが幼獣を腹部にしがみつかせて運ぶが、生後35から100日にかけては、死ゆが交互に背中にしがみつかせて運ぶ。生後2年で、生成熟する。野生下での寿命は20から25年。違法伐採などによる生息地の破壊、食用の狩猟などにより、生息数は減少している。 ありがとうございます。